はい、どうも、良い風景です。新女神転生ディープストレンジジャーニーのチェックプレイです。今回は嘆きの花第2件の攻略に向かいたいんですけど、その前にちょっとだけやりたいことがあるかな。どれだっけ。これか。玄魔ナジャ作ってみようかなと。でもなんかね、弱いので、びっくりしました。レベル23ですね。だからタムリンの1個下のゲーマーなのかな？なんかもっと強い悪魔かなと思ったんで、ですけど、まあ、こういうことになりました。だから、デビルソースに期待かな。はい。まあ、可愛いけどね。かわいいけど強くはないということみたいですね。風が強い悪魔なんですかね。というわけでどうしようかな。どこに入れるかですけど、ハイピキシの代わりに入れちゃおうか。あっか、頭がすげえでかいように見えるけど。なあ、じゃあ、気のせいかな。気のせいだね。わかんないけどさ。あとあれだ。前回、デントに話しかけるの忘れてたんですけど、そうそう、アンソニーのやつ。報告です。忘れてたよね、すっかりね。女悪魔話してたよ。うん。しかも、相手の名前を覚えてないなんて、いや、向こうも忘れてたんだけどね。分かった、大丈夫だ、OK だ。次があるさ。次がある、うん。そうだね。その前向きさ大事だよね、こういう時はね。マルクの子2個。いいですね。あ、ちょっと待って。あれだ。さらにデントに話すけど、これ違うね。うん。なんかあるかい？おい、またアンソニーかい。じゃあやりますよ。また、似たような、似たような。そう、この顔だよね。ほんとに、まだ公式残ってみたいって。さっき会ったばっかでしょ。相談乗ってくれよ。乗るよ、じゃあ。じゃあ、はい、します。ありがとうな。俺、またね。また、誰なんだよ、今度はよ。沈黙。おい。ああ、前は会ったことだろ。そんなことより。立ち直りが早いって素晴らしいよね、でもね。この前向きさがきっとこの調査隊に選ばれた理由の一つだろうね。本当かな。だがな、うん。はい。それはだな。羽が生えてる可愛らしい女の子。誰？エンジェル？じゃないね。まさか猛将棒？結構赤い。まあ悪魔なんだか政府だろ。結構赤いって、猛将棒だったら若いとこじゃないよね。ディスネリが700歳とか平気で泣かせたからな。よろしく頼んだぜ。猛将棒じゃないか。でもどこにいるんだっけ？どっかにはいたよね。他に羽生えたなんか、そういう子いたっけ？あ、なんかあるかい？アンサーにやつだけか。よし。では、嘆きの花行ってみますかね。で、多分今回第2件で行きたいんですけど、第2件、ロビーから出られないだろうね。だから第1件のですね、階段がそこに見えますけど、で、だいぶ遠いか。どこだっけ？あ、これだ。ここですね。うん。まあ、ここから行ってみようじゃないかと。フォールは無視。無視しておきまーす。悪魔出るかな。あ、いやでもそこは拾います。パワーか。こいつ、ハーマーあるから危険なんだよな。これなんだっけ、弱点は。あ、呪殺か。呪殺。チャージで組んだポズモ・ディアラマ・ガルーラ。
ろくなもんじゃないね、スキルが。マハムドン使っちゃっていいですかね。あ、鉛筆。まあいいや、使っちゃえ。ボルトが決まるんじゃないでも。これだね、決まったね。うん。素晴らしい。お、なんだ。お、ありがたい。砲撃ありがたい。回復アイテムさ、あんまりなんかいいの入手できないね。あ、なんだっけ。あの、マサギばっかりでさ。で、ここは開かないんですよね。ゲートサーチ B みたいなやつがないと。多分ゲートサーチ B だと思うけど。でもなんかあちこちにありそうですね。てかあるね。あちこちにあるので。あ、しまった。ちょっと。待て。アンロック発動。うん。まあ、こう開いたみたいだね。ちょっと待って。HP 回復しておきましょう。メディラマ、ここは切ったことないからね、とりあえず開けておきましたって感じだね。ちょっと気をつけないとな。うん、この先まあ行っちゃっていいのかな。まあ行ってみるか。あ、ゲートサーチ、ここは行けるか。そのエレベーター、ここはロビーかだね。ここはロビーですと。まあ、とりあえずここで回復に戻れるってことはね。鬼とりあえずなんだこれ、露骨に弱いですけど。じゃあガンアタック、ちょっと一回こう吸い取っとこう。これかなり弱いんで。あ、ロビーだからか、やっぱり。あとはいいかな、9まで。うん、あ、0だった。あとはオートでいいかな。最低、ロビーだから敵弱いんだね、きっとね。そうするとこっち行ってみるか。痛い。フォルマサーチ、うん、あ、いいですね。そうするとどうする。いや、普通に戻る気ないか。メディラマ、そうするとここか。じゃあダメージを受けるだけだな、この先ですね。ダメージ床が多いのか、ここは。土蜘蛛、これ上にいたよね。ガンは効果あるか。ブフダインか。適当に吸ったとか。うん、いいですね。ジャークフロスト大活躍なんじゃないかな。この先行きたいけど、あ、ここはあれかい。ここから先行けるか。なるほど。とりあえずここ開けてみるか。うん。帰れることは帰れるみたいだな。では、抜けてみるか。ナースの効果で、イカトラップ、ダメージ軽減？それはありがたいっすね。この先何なんだ？宝箱あるね。デクンダの石、そんなんあるんだね。あ、やばい、やばいよ、これ。あ、雷獣か。そうすると、じゃあ弱くて助かったよね。なるほど。じゃあ、ガルーラ。ジャークフロストは、そんなに強くないから吸い取っとくか。ローレライは回復だな。なじゃ可愛いね。可愛いのは正義だよね。声高に言ってもいいよね、多分。でもあれだろうな、デビルソースを入手するまでだな、入れるのは。やっぱり本当ソースに期待だよな。
この先行ってないですよ、何もね。あれどこだっけ、どこから来てんだっけ。ん、ちょっと待って、あ、ここか、ここ抜けてきたのか。じゃあここだ。で、また床があるわけか。あ、そこはこれ普通のターミナルか。あ、転送してない。セーブセーブ。ここのボスどんな感じなんですかね。第一件がアナーヒタだったんだよね。なんかニュートラルな強力な悪魔いないかなって思ってるんですけど、ここ扉だと。ちょっとマーキングのために開けてますけど。あ、雪女郎がいるか。これも上の方にいたんだよな。でも、上の方で出会ったとき、カットしちゃったからね、ほぼね。残念ですが。マハラギか。これで OK かな。あとは吸い取る。ちょっとだけ跳ね返ってきましたね。やばいぞ。てか HP 減ってんじゃんそれ。回復するの忘れてたか。やばい、なんちゃか危ない。まあでもまあ普通にやってって OK だと。まあ腹気じゃなくて普通に殴って OK でしょ。あとはまあメディラマ、うん、雪空ちょっと可愛いよな。アンソニーは猛暑房の方がいいみたいなさ。あとは、まあでもこれでいいか。うん。AP 消費激しいからな。正面の見えるのはさっきくぐったところか。なるほど。あ、また扉があるか。そっちはどうなってるんだ。この右とかなんかあるのかな。とりあえずここくぐるか。これ完全にマッピングするのはさ、ダメージ受か全部こう無効化できるのなんかないとダメだよね。そういうのあるんですかね、ダメージ受か無効化できるサブアプリ。チュレルもいるな。これファーマに弱そうだね。とりあえずこいつは自殺か。なるほど。チュレルか。やばいかもしれん。まあ、適当にいろいろかけておきますか。ギラインとか。適当に。そんで、ローレライが持ってるからね、ムード。使わせておこうね。やばいよ。よかった。真ん中に打撃やったら、跳ね返ってくるからな。よし。あとは普通に、殴りつつ、吸い取れる人は吸い取っとくか。ローレライは素早さもあっていい感じか。いいですね。MP 消費しない。いいですね。じゃあ、適当に打ちまくっとくか。回復も。こういう時に回復か。そうだね。こういう時に回復ありがたいな。勇気の絵師細胞だって。シュレルの S 細胞だ。なるほどね。あ、でもなんか先にあるじゃんそれ。行ってみるか。よし。なんだその青いと、あ、床はやばいんじゃないの。回復床とかじゃないの絶対。毒とかじゃない。ドラクエとかだと青い床やばいよね。なんかあったみたい。フォルマサーチ発動。まあ大したもんじゃなかったな。これ何なんだ。なんか状態上かな。そういうやつかもしれないか。青い床は大丈夫なんだな。なるほどね。あ、眠りのちた。あ、やばい、
あ、勘弁だけだ。あ、完全に回避できるわけじゃないのか。しょうがないですね。こいつはガンか。ガンだけか、弱点は。なるほど。ハムドーンはやめた方がいいな。アギで確実にか。そうすると、どうする？無毒か。いや、結構痛い。やばいぞ。起きたな、でもこれ。ガン。こいつだな。ナジャは、右に風かけとこう。あとは、マハラギでもいいか。あとは回復を。よし、いいぞ。この床危険ですね。眠るんだね。やっぱ乗らない方がいいか。他はないかな？ないのかな？あ、また、忘れてた。ここは、まあ、ただ埋めただけか。本当かな？まあいいか。本当ですかね。こんなに厳重なのに。次どこ？いや、ちょっと戻るか。あ、そこの上の方の扉か。なるほど。この上か。と、立ち下がる。またチュレルか。まあ、ガン撃っとくか。あとは、ハギダインでも。これでいいかな。で、真ん中にムド。あいつ敵呼んだりするから、危険っすよね。真ん中のやつ。倒れてないじゃないか。でも、あと、いけるでしょ。ディアラマがアクセルクロー。まあいいんじゃない。アクセルクローっていうのは多分斬撃相性だよね、きっと。フォルマサーチ発動。こっち行ってみるか。かなり広い空間か。床はないな。この辺りはダメージを変える。二手に分かれている。あ、扉ありましたね。フォルマサーチ発動。なるほど、また危険だな、この工作から先は。雪女郎がいるか。そうすると右側にしようか。これでナジャ狙ってマハラギ直球まで。あとは普通に殴ってで OK かな。はい。あ、ナジャが弱いのか。あ、これでマックスになったね。ナジャソース。ソース何が入ってるか確認しときますか。これか。ボズムディ。あ、ガルタイン入った。いいかもね。なるほど、ガルタインいいね。よし。ローレラインをさ、右見たのは入れてさ、それでガールダイン入れちゃおうか。
とだからディアラマ、メディラマ、ムドウ、キューマ、ガルダイン、ガルーラ、どうするかな。両方は入れないね。ちょっと待って、最初にガルダインしよう。ガルーラ、ガルダインしよう。その方が使いやすいでしょ。で、あとはムドウかな。いや、キューマ、ディアラマ、メディラマ、ムドウ、これでいいかな。よし、これで魔力もプラスになるし、かなり強くなっちゃうかなと。はい、あ、これ見てもいいかった。こういうことができるからこのゲーム楽だね。ガルダンいいですね。よろしくね。というわけでこれさらに強化されたと。っていうかこれでようやく攻撃に参加できるか、まともに。じゃあここに、ローレライにして、ラジャのとこに別の誰か、タムリンでいいでか、いいかな、うん、あ、ヌエのソースまだ入手してないね。あとは大体入手したかな。よし、じゃあ一応セーブとっとくか。これ倒されたらめんどくさいからな。ヌエなんか、あ、しまった。この先行くべきかな。できるかどうかわからんね。まあいいか、後で行こう。まだ行けるとこあるもんね。あ、でもこれ行くか。インジケーターはまだ黄色か。もう少し行く。赤になるまではもうオレンジです。と、もう一歩、もう一歩、これで回復取るか。さすがにきつい。これはアナヒタも回復してくださいなんかあるかい。フォルマサーチ発動。強調の毒もみち。あ、ちょっと待てよ、今これ危ないでしょ。一応満タンに近い方がいいな。この先にフォルマある。なんかフォルマあったんだね、あの先にね。でもダメージが痛すぎるからな。スクーグスロー、これ前やってたゲームで僕読み間違ったっぽくて指摘されました。スクスク育つスクーグスローっていう風に覚えましたこれは電撃マハジを今使える人いないから、これ使っちゃおうか。あ、でも放電があるか。まあそれでもいいか。放電は対象何体なんだろう。こいつはギダインでいけるでしょう。ローレライは吸い取るか。当たれ。強い。最低。ローレライさ、顔怖いけど声かわいいねあ、こいつハマを持ってるね。天使バーチャー、今度出たら話しかけてみるか。受殺耐性はアローレイン、ダメでしょう。あ、でもよかったかもしんないけど、結局耐性つけても死ぬんだよね大したことないね、受殺耐性ね。多分ハマ耐性も欲しいでしょう、ね、そうなんだよね。アンロック、たらまたこうダメージ受けるわけか。どうする、行くか。まあ行くよな。とこれか。これは消費でかすぎるからな。ヌエどうするかな。あー、打撃しておくか。アギダインを右の方に。でムドか。いや、ちょっと戦力分散しすぎかな。しすぎだね。
フォローしろ。あ、よし、これでガンガンやってしまうんだ。撃ちまくれみんな。メディラマ、あ、回復来なかった。回復するまで待ちなよ。せっかく回復入れたのにさ。フォルマサーチ発動。うんこコア、一歩進むか。ここはあるっても大丈夫か。こっち行ってもいいのか。あ、しまった、このダメージ無駄。まだ黄色だな、出ないな。いや、もうオレンジになったか。いいや、インジケーターですね。あ、でもこれだけかな、ここですかね。ってことはここに来てもそんなに意味がないか。回復取ります。アナヒターに回復してもらおう。そうすると途中にあった分かれ道か。すくすく育つ。これ吸い取るかな。吸い取るときに吸い取って、わーっと、ヌエはガンに弱いのか。とりあえず行ってしまつ。よし、いいぞー。あとはまあ普通に攻撃したり吸い取ったり。あ、しまった、回復入れればよかった。まあいいか。あ、ジャークフロストレベルアップしましたね。うん、魔力プラスにありがたいね。いや、使っちゃえ。こっち行ってみる？フォルムあちこちにあるな。分かれ道か。トークしてみるか。ハマンを誰かに継承させられたらいいかもしれないですよね。ああ、近くに来いってね。素晴らしい。はい。この地の光景はどう感じますか。美しいにしておこうか。なんと愚かな考えなのでしょう。ちょっとそんなにおかしなこと言ったかい。ハマを嫌だよ。ハマを嫌だよ。ハマを嫌だって。やばいやばいやばい。ちょっと、どうする、トークするか、あくまで。どうする。いやー、もう、やる気ないか。こいつは、そうか。銃殺。いや、でもこれか。電撃か。そしたら、なるべく早くこいつら倒したらもう、今危ないもんね。からちょメディラマ入れとこう。よし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 。あ、チャンスだ。こいつに話しかけたことなかったっけ。そういや、だね。どうするかな。まあ、レベル29だし高レベルなくも入れるのありかもしれないな。あ、ダメだった。そっか、ダーク悪魔だった。そうか、ダイスタンスとかさ、いつも忘れてるから。最低。ふぅ。素晴らしい。お、ありがとうございます。気前いいね、なかなか。では、回復を入れときますか。ハマン厄介だね。ジャークフロスト狙われたらさ、耐性ない悪魔ダメかもしれないね。はい、じゃあ今回はここで
終わりにしようかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。